るためにちょっと思ったんですけど、はい、あそこに今日分かる、あれ見て、あそこなの鼻でけー、何してんだよお前よ、いい加減にしろよお前、浅草でもこうじゃねえか中野でもそうだよ、いやでもどこでもそうだよ、顔のこと言うんじゃねえよ大体よ、いやいやね、ダメでしょ、下のこと言っちゃ、そんなこんなありまして、お前のせいだよ俺のせいか、俺のせいだ、俺のせいだった今、なんだよ、いやそういうことじゃないの、俺が言いたいのは、いやでもね、ほんとね、まもなくオレンジ始まりますけど、始まってんだろうよ、始まってんだよ、お前適当なこと言うんじゃねえさっきから、始まってんだよね、なんだよそのネクタイ、いやこれはあれですよ、ここももらったんですから、面白いこと言えよ、いやこれもらったんですよ、本当にもらったのね、いや本当にもらったんですよ、そうだね、この話は後で後々しますけど、いやしなくて結構だよ、まあ、とりあえずね、もういいから、ちょっとガチャって言ったら今、いやいいからもう本当にもうそういうの闇は浅草みたいなことやりましょうよ、もうで、何ですか、何ですか、いや俺が、何ですかじゃないでしょ、俺が話すんだよね、そうでしょ、じゃあ俺悩みがあってね、悩みがあって、笑っちゃいけない時にこうね、やっぱ笑いたくなっちゃうんだよね、笑っちゃいけないときに笑いたくなる、いや、お前に言ってんだよって言うんだよ、聞こえてるよ、聞こえてた今、いやいや、会話できてんだから聞こえてるよ、聞こえてた、聞こえてるよ、いや、今日のご飯何食べようかなっていう考えてる、そんなこと考えてねえよ、考えてなかった、コロスケか俺はよ、大丈夫、ちょっと鼻水出てる、お前変なこと言うからだろ大丈夫、じゃなくてその笑っちゃいけないときってどんなときだよ、だから、いやだからあれで真剣な話してるときだね、 あと怒られてるときとか、あとお前が突っ込んでるときとか、笑えよそこは、そこは大いに笑ってもらっていいでしょうよ、いやでもちょっとね、自覚してないみたいで一個言ってきますね、なんだよお前が面白い見た目だけだよ、そんなことないでしょ、俺のツッコミ結構面白いよ、勢いだけだよって、それ言わなくていいだろうがよ、俺の必殺技なんだよお前、一本調子だよって言わなくていいでしょ、それ、あ、言っちゃったそれ、本当に作家に言われてるやつだから、そうだよね、今日はそれを意識してやります、ネタ見せが作家に言われてるやつだもんね、そうだよ、さっきも言われたよ、言っちゃダメなやつだよ、言っちゃダメなやつだよ、そういうことは、いやだからね、困ってんの、特にね、師匠にね、怒られてる時とか俺ね、笑っちゃうんだよね、いや、なんで師匠に怒られた時に笑いたくなっちゃうんだよ、いや、この間もこう、怒られてたんだけどさ、怒られたの、すごい怒ってきたんだけど、よーく見たらここにね、泡がくっついてんだよ、2つ、それ、妻でしょ、それ、いや、くっついてるじゃない、妻なの、いや、だから俺、最初、カニの真似してんのかなって思ったわけねえだろ、カニの真似して、カニの真似しながら怒るわけないでしょ、怒ったカニの真似してんのかと思って、あ、違うよ、違うよ、お前は真剣に怒ってるから、妻が溜まっただけでしょ、あれ、怒ってた、妻だったんだよ、そうだよ、そうか、そうか、分かるだろ、そんぐらい、いや、だからそういうとこね、3つ笑ってたんだ、俺、いや、そんなのね、真剣に怒ってくれてるんだから、うん、やっぱその人の目を見てね、しっかり話聞かなきゃ、やっぱダメだよ、なんで笑ってんの、おめえ、あ、ごめんね、今、面白いとこあったのか、いや、なんか名探偵コナンの玄太君の真似したから、誰が玄太君だよ、あ、違うの、やめろよ、お前、クッキングパパってどっちかなって思った、どっちでもねえよ、お前、あ、どっちでもないよ、やめろ、クッキングパパ、いまいちがねえから、あ、そうなんだ、やめ、玄太君じゃねえ、とにかく、あ、違うんだ、やめろっつったよ、見た目のこと言うのは、いや、だからね、こう、笑っちゃいけないときにどうしたら我慢できるかなっていうお話をしたいんだよ、せっかくみんないるからさ、じゃあ、そんだったらさ、うん、じゃあ、他のこと考えればいいでしょ、他のこと、そうだよ。なるほど、他のこと考えてこう気を紛らすってね、そうだよ、そういうことすればいいじゃん、いいこと言いましたよ、うちの相方ね、いや、そんな別にこれ大好きなんですよ、うちの相方、本当に、気持ち悪いな、いや、本当に世界でね、365番目に好きなんですよ、あんま好きじゃねえだろ、360人前並んでんじゃねえか、好きなんだよ、それぐらい、大正圏の最後みたいだよ、それもう一回ちょっと言ったらさっき階段でね、一緒したやつ、一緒したやつね、もう言わない方がいいよ、言わなくていいんだよ、言っちゃダメやったんで、どんどん近くで見るから、じゃなくて、じゃなくて、なんだよ、それいい考えだね、だから他のこと考えればいいでしょ、うん、いいじゃん、どういうこと考えるの、いや、そんなのなんでもいいよ、そのだから、スポーツしてる時のこととか、ゲームやってる時のこと考えればいいだろ、あ、なるほど、あ、そうだよ、そういうことね、それでいい、あ、で俺、あのこと考えるかな、なんだよ、こう、くしゃみしようとしたら、おならしちゃったこと、余計笑っちゃうでしょ、いや、そんな変なこと考えたら笑っちゃうでしょ、こっちが、ダメ、ダメだよ、そんなの、でも俺、お前と話してる時いつも考えてるよって、なんでそんなこといつも考えてんだ、お前、え？考えてるよって、なんで考えてんだって、だからお前いつもニヤニヤしてんのかよ、いや、それはお前の顔見てるからだよって言う、いや、顔そんな面白くねえだろ、俺よ、違うの、そんなことないでしょ、え、琴美月じゃないの、琴美月でもねえよ違う、大学の先輩なぐらいだよ、お前違うよね、違えよ、いや、でもね、何言ってんだ、さっきから俺ダメなのは、他の人のね、話を聞いてる時に考えちゃうと話入ってこないから、いや、そんなことないよ、いや、そんなことないと思うけどね、いや、そんなことあるんだって、そうなの、うん、現に今だとお前の話ね、入ってしないんだろ、俺、いや、ちゃんと聞いとけよ、お前、それは、いや、真面目に話やってんだから俺の話を全部頭の中入れろよ、お前ネタも頭入ってねえだろ、それ言うじゃねえよ、お前俺結構何やっちゃってん、言わなくていいだろ何今の、トップバッターでこれもう嫌だぞ、あとのコンビは、いや、それボケ助けてもらってるみたいな、ボケ助けて、そんなこと言わなくていいでしょ、言わなくていいよね、言わなくていいもんね、これね、やめろよ、お前、でもダメ、他のこと考えんのやめよう、ちょっとえ、ダメ、他のこと話入んないから、じゃあそれだったら、じゃあどっかつねればいいだろ、じゃあつねる、そう、分かんないとこつねればいいでしょ、あ、そっか、それでいいで
でしょうよ。あ、なるほどね、分かんないとこ ね、それでいいでしょ。いいこと言うね、うちの相方ね。いや、そんな、それはやったから大好きなんですよ。弟二人いてもうさっき結婚しちゃってるから、うん、本当好きなのお前。ちょっと焦っちゃってるけど言わなくていいだろうがよ、ね、だから栄養士に言ってるとこいいんだよ。そうだよね、言わなくていいんだよ。好きな人栄養士だもんね。栄養士は言うんじゃねえよ。あ、言っちゃダメだもんね。今日はたまたま来てないから言ったんだよ。だから他のことか、あそこのとこつねればいいんだろう。そうだよ、分かんないとこつねればいいでしょ。どこもあんのでも。そんなんどこでもいいんだよ、分かんないとこで。あ、そっか。そうだよ、ちょっと待って、マジか。いいよ。いや、どこつねってんだおめえよ。ちんちんつねってんじゃねえよおめえ。おい、何。え、いや、ちんちんつね。いや、ちんちこじゃないよ俺。どこだよお前。内ももつねてる。いや、紛らわしいわお前。なんで公衆の面前でそんなこと言わせんだお前。下ネタ言ってんじゃねえよ。いや、お前のせいだろ、下ネタ言っちゃったのよ。下ネタおじさんだっつうの。下ネタおじさんじゃねえよ。なんだ下ネタおじさんって。こんなのにいねえだろうが。いや、ここにいるだろって。だから俺下ネタおじさんじゃねえっつんだろ。いや、お前じゃなくて俺だよ。おめえじゃねえか下ネタおじさん。俺が下ネタだろうが。なんだ下ネタおじさん。俺だって下ネタおじさん。ごめんごめん。何わけわかんない。そうだ、ご無沙汰してますね本当に。初登場だよ。初登場か。これを含めてよ。びっくりしちゃったよお前。ダメだねこれは。わかんないのそんなことやって。下ネタとか。いや、でも俺だめ、痛みに弱いから。つねると泣いちゃうもんだって俺。知らねえよそんなのよ。泣いちゃうの嫌でしょだって。泣いちゃうの嫌だよお前。でしょ、だダメだわそれは。じゃあそんだったら、じゃあどっかあの、じゃあ咳払いとかすればいいだろ。咳払いも嫌だわ俺。嫌なの。うん。じゃあどうすりゃいいんだよこんなのよ。泣いちゃう泣いちゃうとか言って。でダメダメ、何もできないでしょ。何もできないじゃないでしょ。そんなことやったらお前毎日毎日ずっと怒られっぱなしでいいのそれで。いや大丈夫大丈夫なの。来たら笑ってごまかしてもいいんだよ。結局笑ってんじゃねえかよ。どうもありがとうございます。